うんうん、ちょっといつしよう、後でしよう。笑顔のチャンスはエガちゃん、うーん、エガちゃんで決まりなんかな。でもなんかみんなエガちゃんエガちゃんっていう時に真顔でエガちゃんっていう人いないんですよね。なんかちょっと笑いながらあーエガちゃんって言うからなんかちょっと本当にエガちゃんでいいのかな。私たちなんて呼んでるかな、コロ笑顔のチャンス。笑顔のチャンスっていいですよね。チャンスってさ聞いたら私チャンスの順番がすごい出てくるの。なんかいいよね、チャンスって言葉いいですよね。なんかこうなんて言うんだろうこう諦めずチャンスを待つっていう感じすごい好き。とっといい、ありがとう。前向きよ、ほんと。落ちサビっていうんですか、 D メロ、2サビが終わって間奏が終わって、あー誰にも一生忘れないっていうところがあるんですけど、最後らへんにそこ、あ、そう、千穂ちゃんソロのところ、そこのフォーメーションがね瀬戸内7県になってるのでなんかちょっと不思議なフォーメーションだなってそう最初思ってたんですけど、そこがね瀬戸内7県を表してるので、そう止まってるから多分分かりやすい。どうなってるんだっけな、うん、書きたい、書けれん、どうやったっけこうやってここにやって、こうやって、愛媛担当、うん、そういうわけでもないけど、そういうわけではないんですけど、やってこうやって1234566、あれ待って7人目はどこだ、あ、ここか、え、こんなフォーメーションだったはず。なんかちょっとあれちょっと違うな、地理が苦手、やばい、地理が苦手じゃすまされん瀬戸内と7県の位置にみんな立ってるっていうちょっと待ってあれなんか難しいわなんか違うやめとこう、この話はやめとこうやばいやばい、はい、え、これ違うかね、待って、地図、困った時の地図、地図どこ置いたっけ、地図しまったっけな、ちょっとね地図を見ないと分かりません。地図あっち置いちゃったかも、地図じゃあ、うわ、苦しいよ。ちょっと待って待って、あ、こう見たらいいんか、え、あ、愛媛、香川、あ、違う、え、愛媛、あれ待って、これ何、え、待って、うん、
ちょっともう一回書き直すわ。あ、瀬戸内7県を書いたらそのあれになるね。これが山口でしょ、でこれが広島、岡山、兵庫、愛媛、香川、徳島。あれ、これに似たフォーメーション、あれ、もう知りませんもういい、もうどうでもいいや、知らんもうできん、地図かけなんか違う？嘘。ちょっと違いになった。まいちゃん広島じゃない？え、ちょっと待って、マジ？そうかも。いや私何県やと思った思い出あるんやけどね。そうなんですよ。わかった。ちょっと待って。MV で確認するよ。待って。言いたい。ああこうだ。こうです、こうです、で、でここがパセリ、パ、こういう感じや。ここ広島で、広島、ちょっとなんかこれ広島、え、この広島、岡山、兵庫、山口、愛媛、香川、徳島だ。こうだ。わかりやすい、本当にまあ見て、見てください、見たらわかるんですから。フォーメーション。コーチがかわいそう。コーチは勝手に四国観光大使が巡ります。勝手に四国観光大使。そうですよ、行きたい、高知。高知ってどうやって行くんやっけな。なんか高知はね、今まで人生で3回ぐらいは行ってるんですけどね、そのうちの2回は STU に入って行ってるんですけどね。
なんか基本ねバス移動がよくあるんですね。あの四国とかねなんか3時間とか4時間とかかけて全然バスで移動したりするんですよ。みんなでもう大きいバスに乗って、この間の香川はあのマリンライナー乗ったんですけど、あ乗ったわ。なんかえ高知ってあれ新幹線なんか新幹線みたいなやつに乗りましたね。えなんだっけな、なんか特急なんたらかんたら思い出せない思い出せない。マリンライナー、マリンライナー香川、あ南風、南風、そう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 、それ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 、高知駅から特急しかない。え常に急いでる。うん、たぶんありがとう。え、待って、愛媛と高知は結構近いんですよ。だって隣なんです。隣って言っていいんですかね。こうくっついてるんですよ、面が。このプーマのお腹の部分、愛媛ってこう反転したプーマなんですけどプーマのお腹の部分と高知はくっついてるんで、あそうそう隣接プーマだよ。そう、え、なんか分かると思う。愛媛を、愛媛の地図調べてみてよ。でプーマも調べてみてよ、似てるから形がこういうなんか虎みたいな、反転してるのでも。あれ、ひょう？え？そうなの？ひょうってさ、世界最速のやつだっけ？あ、チーターか。あ、もうそのチーターとかひょうとかトラとか結構みんな似とるね。チーター猫か。チーターってさめっちゃさもうすっごい速度が出るらしくてさ、しかもさその速度に達するまでがすごいもう秒でさ達するらしくてさ、だからもういきなりさ何百キロ出るみたいな、まあ、何百キロは出ないか100キロぐらい出るのかな、めっちゃ出るらしくてさ瞬間でね、その最速もパッ。でもさその代わりめっちゃ体力がないらしくってさ、なんか獲物捕らえてもさ休憩せんと食べれんらしくって、でその休憩しよる間に他の人に獲物を捕られるらしくてね、そうなんかどんなにこう一番になることがあってもなんかちょっとそう、え悲しい、悲しいっちゃ悲しい、悲しいけどそうちょっとやっぱり足りないところもあるんだなってチーターで考えてたそうそう
ダチョウとか悲しい、いや私それ知ってるわ、なんかで見たんだよ。なんかダチョウは何も考えてないらしいダチョウは二足歩行で60キロぐらい出るらしくって、で60キロ、二足歩行で60キロ出るのって多分ダチョウぐらいなんですよ、もう本当に最速なんだけど、その代わり何も考えてないらしくって、本当にもうなんかなんで走ってるかも分かんないぐらい、ダッシュしてる時も何も考えてないし、本当にもう何ですか、本能のまま生きてるというか、うん、何も考えてないらしい本当に。いいツインテール、ありがとう。素敵。なんか悲しいとかいう感情がないのかもしれない。まいちゃんも本能でダッシュするの。でもこの間ダッシュの件になって、美容室でなんかまいさんはなんかこっからあそこまでは、あこっから美容室まではあこっからってか その場所から美容室まではなんかどのくらいで来れるんですかみたいに言われて、でまあ歩いたら何分ですけど走ったら何分ですねみたいな答え方をしたんですよ、まあ、常に私走ってるんで、ね、結構あの歩いてるのはあんまりなんか自分の中ではそんな当てにならないって言ったら変だな、なんかあんまりそう走ってる方がまあ本当の時間言えるんで、走ったら何分ですねみたいな言ったらなんかよく走ってるみたいな会話になって、そうよく走ってる、だってさ走った方が早く着くじゃん。走るの早くなってはないな、ならんけど、しかもめっちゃ走る技術を身につけたんですよしかも私多分ダチョウみたいに走る、なんかダチョウって頭動かさんじゃん、こうはっとかならんじゃん、こうこのまんまさ足だけで走っていくじゃないですか、多分私そのタイプ、ダチョウタイプあの足だけで走るタイプ、こう何ですか、上半身が前後しない走り方この走り方体力がめっちゃ温存できるんですよ、おすすめ。ありがとう。だからあのシャトルランする時とかマジでダチョウ意識した方がいい。これからさどうやったら持久力持ちますかって、ダチョウみたいに走ることですって言おう一番なんか想像つくね。シャトルランでダチョウみたいになんかなんて言うんかいね、やっぱこうハーハーってなると体力がどんどん削られていくんですよ、じゃなくってもう足に任せるんですね、走るのは足が頑張ってくれたらいいんです、で呼吸を整えとく。やっぱダチョウやわ、ダチョウってすごいな。え、でもさ、ダチョウって鳥だよね。なんかさ、鳥類はさ、こう、何ですか？普通には、こう、何ですかね。その、こう、流れるように歩くことができないみたいなのを聞いたことがあるんですけどね。なのに、ダチョウってそのまま走るのすごいね。カクカクしてる。そうそうそう。なんかそう首が前後になるんですよ、でもそれはなんかあの目が多分悪くって、鳥って
焦点が合わないから、そのしばらく実践してないとこうなんか歩けないんですよ。だからこう体だけ先に移動して首っていう、こう滑らかにじゃなくてこう一定時間ちょっと止まっとくっていうのがないと確か鳥って歩けない気がするんだけど、なんか鳩とかさ、そうじゃん。もうダチョウって何者？鳥類か。あ、鳥類だ哺乳類か。すごい。ダチョウはキックするよ。マイキーもキックできるよダチョウになろうかな。説明わかりやすい。鳥になんか、なんでだっけ、なんでこんなこと知ってるんだろう、わからん。なんかこういうさ雑学とか一回聞いたら覚えちゃうよね。マイキュー何類？マイキュー麺類。麺でできてる。体が。ビヨーン！伸びます！伸びます！ビヨンビヨーン。私も何も考えてない。私は考えるダチョウだよ。考えるダチョウこと中村舞です。考えてますよ。腰はありますか？腰はありません。考えるダチョウです。いつも何考えてるか、何考えてるか今日の夜ご飯どうしようかな。朝は昼ご飯のことを考えて、昼は夜ご飯のことを考えて、夜は次の日の朝ご飯のことを考える。ご飯食べたよ。余計なこと考えていい？本当にみんな本当、ご飯ってさいいよねマジで。あと普段何考えてるかというと、明日は何時集合かなとか明日は何着たらいいんかなとかなんか全然考えてないやん。どうしよう。みもありがとう。あれせんといけんわみたいな、あれ提出せんといけんわとか、なんかさ普段いっぱい考えるのに、いざ何考えてるんですかって言われたら難しいわ。難しくない？
宿題、まあ宿題っていうかいろいろあるんですよ。なんか例えばアンケートとか、なんかそういう、まあ、宿題って言うんかな、分からんけど、いろいろ、歩くとき何考えてるの？なんか人にぶつからないように歩こうとか、あとはどこに行くんだっけとか、ダチョウラーメン食べてる時に考えてることはね、次は何の味変しよっかなとかどのタイミングで豆板醤入れよっかなとか次オーソドックスに麺食べた後今度は海苔で巻いてニンニク入れよっかなとかラーメン食べるときめっちゃ考えとるわ。替え玉？私替え玉しないんですよあんまり。なんならご飯食べたい。やっぱりラーメンライス、米ですね。どんなことも最後は米に落ちる。そんな日本人の心が、チャーハン？あ、大好き。焼き飯とか。ごめん。あ、リボンありがとう。ここ最近ね、めっちゃいっぱい食べて、でね、でもね、怖くて1週間半ぐらい1回も体重計に乗らなかったんですよ。毎日乗ってたのに、毎日体重計に乗ってたのに、ここ最近1回も体重に乗らなくって、もう数字を見ると病むからやめようと思って、自分の体重を何も知らずに生きてたんですけど、今日久しぶりに乗りましてですね、まあまあってなりましたね。痩せてた？痩せてない、痩せてないよ。めっちゃ太ってるわけでもないけど、その一時期から比べて。でもね、1月割と動いとったんよ。やけん言うほどでした。増量、うん、うちのお母さんがめっちゃやってくる。まいちゃんって、まいちゃんもうダメよって、もういっぱい食べなさい。食べんとダメよダメお母さんすごい心配性。でもね、大人になって割と変わりましたよ、考え方も。昔は本当にまだ STU 入った頃くらいの時は、なんか細ければいいって思ってて、もう自分でも、もうとにかくその方がモチベも上がるし、見てて自分のなんか体型をね。でも今はそんなことは思わんくなった、あんまり。なんかちゃんと健康な状態でいた方がいいなってすごい思うようになって。そう。
ダチョウ、そうです、考えるダチョウこと中村舞です。こんばんは。考えてます。お姉ちゃんは、お姉ちゃんはね、筋トレをね、やばい筋トレするって言いながら筋トレしてた時期もあったんですけど、最近は見ませんね。お姉ちゃんのこと話したら怒られるかもしれん。ムキムキ？うん。お兄ちゃん細い。ハートありがとう。腹筋割れた？割れてませんね。一個も割れてませんね。でも腹筋あります。あの見た目は一個だけど、こうこうだけど、こう割れてはないけど、中にある、絶対に知らんけど中にあるって思ってる。お腹 NG なんでね。私のおへそを見たことがある人は未だいないんです。あるの？いや、ないよ、ダチョウだからね。鳥類はないっしょ。もうすぐ終わる？え、ちょっと待って、私のさ、ちょっと昨日のお礼を今するわ。出していい？じゃーん、ありがとうございます。アルフォートちゃん、昨日これはあのツインテールの城、お城タワーいただいたのでありがとうございます。かわいい。なんかさ、ツインテール、この高さは結構もうほぼツインテールだね。かわいい。ありがとう。高めツインテールですね。今日は暑いんですか？そうなんですよ。実はあ、壇上呼ぼう。はやりんごさん、けんじさん、まゆたみさん、東京のすわんさん、ぼんちゃんさん、ゆずきちさん、しんじさん、とうけんたろうくんさん、ふくたろさん、くまねパパさん、きなぺこさん、まささん、つねちゃんさん、ありがとうございます。かゆ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 、ニキビ治らん、ニキビ
を抱えて生きています。おやすみ、おやすみ、また明日。明日の配信も夜だよん。みんなおやすみ。ペンライト。おい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 、あー、おやすみ。